夏風がノックする窓を開けてみると、どこからかの追い込んだ鳥の声。読みかけの本をきっとここから来たんだいと笑う目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した。私なんて誰に理解もされないまま、街外れ森の中にたどり着かないこの家を訪れる人などいないわけで、回せないで固まった心一人持ちで諦める。そこに安堵する日々はあまりの中でしか知らない世界してみせた。